クラウドワークスはインターネットを通じ個人と企業や自治体などの仕事の受発注を仲介するクラウドソーシングと呼ばれるサービスを展開しています。2011年の創業から3年足らずで上場承認を得ましたが、創業以来赤字を計上している中での異例の上場です。現在4万社以上のクライアントを抱えていて、大手企業からの仕事の受注が増えていることから、上場により信用力を高めたいとしています。今回の株式公開で得るおよそ11億円を認知向上のための広告費や事業拡大のための人件費に充てる予定です。 IT 業界のですね、信用を一手にこう背負ってですね、今回の上場させていただいたというふうに考えておりますので、必ず業績をですね、達成してですね、この市場をきちんと日本において作っていきたいというふうに考えております。